1987年の横浜太陽ホエールズでは、1987年の横浜太陽ホエールズにおける動向をまとめる。1987年の横浜太陽ホエールズは、小畑氏監督の1年目のシーズンである。1984年以降続く B クラスから脱出すべく、広島で黄金時代を作った名称、小畑氏がこの年から、太陽の監督に就任。 就任披露パーティーで、チューブオーナーからは、9階のたけし軍団を作ってほしいと激励されたが、本家は、親分のビートたけしをはじめ軍団メンバーが高段者に乱入して、フライデー襲撃事件を起こしたこともあり、イメージダウンが心配された。チームは、前年同様スーパーカートリオを軸に4番に座った、カルロス・ポンセ、さらに西部から遺跡の片平新作をスタメンに入れるなど中堅。 ベテラン主体の開幕オーダーを組んだが、トリオの一人、加藤博和は負傷の影響もあり、往年の打撃にはほど遠く、片平は一類のレギュラーを獲得するも、規定打席未到達に終わった。投手陣は、エースの遠藤和彦とこの年、韓国からプロ野球に、復帰の新浦俊夫、と二年目の中山博明、守護神の斎藤明夫など、豊富だったが、 リリーフが打ち込まれる試合も目立ちチーム防御率は4.26のリーグ4位。対戦成績では、小葉監督の古巣広島に開幕2戦目から11連敗したものの、その後9連勝して13勝13敗の5分と、検討したが、その広島には11ゲーム差をつけられた。最終的に優勝の巨人に22.5ゲーム差を離され、小葉監督の1年目は5位に終わった。 それでも若手の台頭や阪神が大負けしたこともあり、最下位にならず、翌年の4位につながった。この年のドラフトで1990年代の横浜を支える森田美幸人、野村博樹がドラフトで指名され入団し、横浜ベースターズ初期の主力選手が台頭し始める。ありがとうございます。